横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ17回戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発はエースの今永、対するジャイアンツの先発は左の田口、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。左の今永、これが17試合目の登板。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは吉川。第1球投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球投げた、スライダーはストライク、これで追い込みました。第3球は打ちました、ボールはライナーでライトへ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番阿部。背番号10。第1球投げた、直球ストライク、高め、タイミング合いません。1球目空振りから投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。阿部ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、決まってストライク、まずは決めてきました。さあ次の投球、ボール。第3球は見送ってストライク。さあ4球目、ボール。第5球投げました、危ない球。第6球を投げました、直球外れた、フォアボール。バッターは4番岡本。第1球投げました、初球打った、ショート正面、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ジャイアンツダブルプレーでチャンスを潰しています。左の田口、これが12試合目の登板。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは山田、決まってストライク、少し迷ったか。第2球投げました、低め、ボール。第3球を投げました、スライダー空振り、追い込んで投げた、インコース引っ張った、マギダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球投げた、低め見送ってストライク。投球これから2球目、決まってストライク、タイミング合いません。投球はこれから3球目、直球空振り三振、田口見事なピッチングです。右バッターボックスには宮崎、投げた、完全に外れた、ボール。さあ次の投球、投げた、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。田口今日は上々の立ち上がりです。1回の裏が終わりまして、ジャイアンツ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターはマギー、初球空振りから第2球、チェンジアップはボール。第3球は打ちました、一、二塁間への当たり、ロペス取った、一塁送球、今永取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。背番号2。第1球高めストライク、タイミング合いません。第2球投げました、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、見送ってボール。
第5球投げました。打ったいい当たりだ。左中間へ上がった。左中間へのヒット、センターからセカンドへ、ようツーベース。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。バッターは7番長野。背番号7。第9投げた、真ん中にストライク。投球これから2球目、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、空振り三振、ボール球で仕留めました。バッターは8番小林。小林背番号22。第9投げた、内角低めに送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ。セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。二塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。2回の表が終わって0対0ジャイアンツチャンス。2回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります。バッター不屈の男筒香、投げました、初球外れてボール。第2球投げました、ストライク。投球はこれから3球目、これはいい当たりだ、いったー、一直線、さらに場外ホームラン、第40号先制ホームラン、白球アップ上にも場外へ、変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは頼れる助っ人ロペス。あと1本で150本塁打となります。第9投げました、真ん中ストライク、少し迷ったか。さあ次の投球投げました、打ちました、ファール。第3球流し打ち、ファールボール。第4球を投げました、低め際どいボール。さあ投球は5球目、投げた、ボール。投球はこれから6球目、スローカーブ、ボール。インコース高め。さあ7球目投げた、打った、痛烈な当たり、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番関根。第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球投げた、打ちました、三遊間のゴロ、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番新島。第9投げた、ストライク。1球目空振りから投げました、打った、流し打ち、マギー交代、ファール。投げました、1球外してボール。第4球を投げました、打った、セカンド左への打球、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして1対0ジャイアンツ先制点を奪われています。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー田口。第2球投げました、まっすぐ見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。追い込んでから第3球を投げました、見逃し三振、今永ナイスピッチング。打順をトップに帰って吉川。第9投げた、ボール。第2球チェンジアップ見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、アルボー。追
追い込んで投げた、外れた、ボール。第5球投げた、打った、センターフライ、飛距離は出て掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番阿部。第9投げた、見送ってストライク。第2球投げました、2球目ストライク。もう追い込んでいます。追い込んでから投げました、変化球、空振り三振。今永、見事なピッチングです。最後は空振り三振に打ち取られました。3回の表が終わって1対0ベイスターズ1点リードは3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは倉本、投げました、見送ってストライク。第2球、2球目ストライク。追い込んで投げました、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、見逃し三振。バッターはピッチャー今永。第9球、もう第2球投げた、危ない球。投球は3球目、投げた、3球目ストライク。投げた、打った、ファール。次は5球目、スライダーボール。さあ6球目投げた、ボール、フォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。バッターはトップに帰って山、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、ストレートはストライク。第4球を投げました、打ちました、引っ掛けた、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。スローカーブ、見送ってストライク。さあ次の投球、2球目ストライク。第3球は打ちました、三遊間の当たり。坂本ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。横浜スタジアムからお送りしております、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ。序盤終了しまして1対0、ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは坂本、最初のバッターボックスはフォアボール。第2球投げました、インコース低めストライク。追い込んでから第3球を投げました、内角際どい球、ボール。第4球を投げました、空振り三振、2者連続三振。バッターは4番岡本。第9球見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第3球は見送ってボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。岡本、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは5番マギー。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球投げた、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ、追い込んで投げた、流し打ち、どうだ、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。まずは1塁牽制、1塁タッチセーフ、投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、打ちました、1・2塁間のゴロ、ロペス、そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。1塁ランナー岡本、残塁に終わりました。
4回の表が終わって1対0ベイスターズ1点ベイスターズ。この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは宮崎。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げました。見送ってボール。投げました。3球目空振り。次は4球目投げた。ボール。インコース低め。第5球投げた。ボール。第6球を投げた。外れました。フォアボールです。いきなりフォアボールを与えてしまいました。第1球投げた。初球から打ってった。1、2塁間へ。2塁フォースアウト。これでワンアウト。ランナーは1塁変わりません。第1球投げた。あっと左中間大きいぞ。伸びる。入った入った。ホームラン。第21号ツーランホームラン。これでプロ入り通算150号ホームランとなりました。卓球は無表情スタンドへ。初球を持っていかれました。声援が悲鳴へと変わってしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番関根。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第1球インローに送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。外ストレートは外れてボール。第3球を投げました。外角高め見送ってストライク。第4球を投げました。ボール。さあ投球は5球目投げました。打ったいい当たりだ。ライト前ヒット。クリーンヒットです。バッターランナーは1塁圏で2塁へ。打ったバッターは一気に3塁へ。ランナー3塁でストップ。関根スリーベースヒットを放ちました。リプレイをご覧ください。バッターは7番新島。田口ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第1球投げました。スクリューはストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから。第2球直球ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた。内角高め空振り三振。田口3球で仕留めてみせました。第1球投げた。ボール。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた。ストライク。タイミング合いません。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。打ちました。ファースト飛びついた。一塁へ送る。阿部好プレーを見せました。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。最後はいい守りを見せてくれました。4回までが終了しまして3対0ベイスターズリードを3点としています。5回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは東の切り札長野。今日の第一打席はスイングアウト。投げました。見送ってストライク。第2球投げました。インローギリギリいっぱい。ストライク。投球は3球目投げました。ボール。第4球を投げました。打った痛烈な当たり。宇宙間へのヒット。打球が転がっている。長野一気に二塁へ。長野ツーベースヒット。右バッターボックスは8番小林。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球初球はチェンジアップ空振り。さあ次の投球打った当たり底でのセカンドゴロ。セカンドから一塁送球アウト。バッターはピッチャー田口。第1球投げました。1球目ストレート空振り。145キロストレート。第2球
投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。第4球を投げた、打った、レフト前のヒットになります。ジャイアンツようやく1点を返しました。さあリプレイです。打順は1番に帰って吉川、今日はライトライナーとセンターフライ、打ちました、初球打ち取りました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球打った、大和掴んだ、1塁送球アウト、3アウトチェンジ。5回の表が終わって3対1、ジャイアンツこの回1点を返しました。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー今田、見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、インコース低めストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、1つ外した、ボール。さあ4球目打ちました、あっと引っ掛けた、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って山田、今日はサードライナーとショートフライ、投げました、ボール。第2球投げました、2球目空振り、少し迷ったか。第3球3球目ストライク。第4球を投げました、打ちました、ライト前に出る、ヒット、大和ナイスバッティングです。バッターは2番ソト、今日は三振とショートゴロ、低め外れてボール。第2球一塁ランナー出た、外れた、キャッチャー二塁送球、これは楽々セーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。投げました、直球見送ってストライク、投球これから4球目、打ちました、これはセカンド正面、一塁へ送る、アウト。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第1球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、初球ストライクから流し打ち、掴んで、これで3アウトになります。サードランナー残塁。前半が終わりまして3対1、ベイスターズ現在2点をリードしています。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは坂本、今日はフォアボールと三振、真ん中ストライク。第2球投げた、ストライク、膝元厳しいところ、これで追い込みました。第3球を投げた、打ちました、ライトへ飛んだ、ヒットになります。坂本いいバッティングを見せました。右バッターボックスは4番岡本、今日3打席目、タッチはセーフ。もう1回一塁へ牽制球、また牽制球、タッチセーフ。今だかなりランナーの動きを警戒しています。1球目ストライクから、第2球打った、流し打ち、ファール。投球はこれから3球目、148キロ直球、空振り三振、岡本全くタイミングが合いません。内角高め見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打った、センターへのフライだ、ランナー一塁に戻ります、取りました、これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。レフト4、第1球投げた、初球を打ちました、フラフラっと上がった打球は取って、これで3アウトチェンジ。結局一塁残塁です。6回の表が終わって3対1、ベイスターズ2点リードは変わりません。田口降板、マウンド上は上原、これが26試合目の登板、今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球投げた、決まってストライク、まずは決めてきました。投球これから2球目、ジャストミート、破ってった、筒香
ナイスバッティングです。バッター頼れる助っ人ロペス、今日2打点を挙げています。第9球投げました、ストライク、膝元厳しい球でした。初球ストライクから第2球打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット、ボールは中継、ロペスいいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。投げました、初球送りバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト、確実に送ってきました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第9球投げました、真ん中にストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、ストレート見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、打ちました、センター前に出る、ヒット、ベイスターズ1点入りました、新島タイムリーヒット、ジャイアンツなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。バッターは8番倉本、今日は三振とファーストゴロ、内角低めいっぱいストライク、まずは決めてきました。第2球打ちました、三塁ランナーはホームへ、あっと抜けた、ベイスターズさらに1点追加、5対1、先ほどのプレーです。バッターはピッチャー今田、第9球投げました、初球バント、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球アウト、ここは確実にランナーを進めてきました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。1球目ストライクからボール、第3球を投げた、ストライク、第4球を投げた、ボール、アウトローへ、さあ5球目ストレート、空振り三振。横浜スタジアムからお送りしております、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、6回までが終了しまして5対7、ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。バッターは東の切り札長野、第9球投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、もう、第3球を投げた、変化球ストライク、インハイへ追い込んでいます。投球これから4球目、内角空振り三振、最後は148キロストレート、第1球投げました、初球はストライク、まずは入れてきました。第2球ストライク、追い込んでから投げました、外れた、ボール、第4球を投げました、147キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。第1球投げました、初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球投げました、流し打ち、どうだ、ファール、追い込んで投げた、見送ってボール、次が4球目、投げた、アウトコース高め、外れてボール、さあ5球目、アウトロー、直球は外れてボール、第6球を投げた、打った、大和ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。満員の横浜スタジアム、その上空には闘志を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。上原降板、マウンド上ピッチャーは宮國、今日3番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか、投げた、見送ってストライク、さあ次の投球投げた、スローカーブ、ボール、第3球を投げました、ボール、次は4球目、投げました、打ちました、ショートの右、坂本取った、一塁送球、アウト、
これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは3番宮崎。第9球危ない球。第2球投げました。インハイ見送ってストライク。第3球はインハイ空振り。ワンボールツーストライク追い込んでいます。第4球を投げました。外れたボール。第5球投げました。打ちました。吉川ボールを取る。一塁送球アウト。宮崎いい当たりでしたがセカンド正面。これでツーアウトランナーありません。バッターは不屈の男筒香。今日はホームランを打っています。第2球投げたボール。第3球を投げた見送ってボール。第4球はきた、いった、一直線入った、入った、ホームラン。第41号ソロホームラン。筒香今日これが2本目のホームラン。ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。さあリプレイです。バッター頼れる助っ人ロペス。今日2打点を挙げています。第9投げた初球空振り。第2球投げた打ったいい当たりだ。レフトへの打球取りました。これで3アウト。7回までが終了しまして6対1ベイスターズリードを5点としています。さあここは守備を変えてくるようです。ジャイアンツこの回1番からの好打順になります。トップバッターは吉川。直球ストライク。インローへ。初球ストライクから投げた。2球目ストライク。第3球を投げました。低め空振り三振。最後は146キロストレート。第9投げました。低め決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。ストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げました。危ない球。投球これから4球目。インハイの直球はボール。さあ投球は5球目。投げました。ストレートはボール。第6球を投げた。ここはフォアボールになります。際どいところでしたがフォアボールです。第9投げた。流し打ち。ファールボール。第2球投げた。決まった。ストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた。一つ外してボール。さあ4球目ボール。さあ5球目打ちました。ヒット。センター前ヒットになった。坂本ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。このチャンスはなんとかものにしたい。ボール。まずは外角低め。投球これから2球目。打ちました。痛烈。伸びた。伸びていった。見送った。ホームラン。第14号スリーランホームラン。右中間スタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。今永ここは踏ん張れませんでした。身長差を欠いてしまったか。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今永降板。マウンドに上がったのはパット。今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。第9投げた。決まった。ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。真ん中にストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打った。ロペス掴んだ。
ロペス、そのままベースを踏んで2アウト。バッターは6番ヨウ。通算105本塁打まであと8本としています。今日はここまで3打数1安打。第9投げました。会心の当たり、抜けた。ヨウ、いいバッティングを見せました。バッターは東の切り札、長野。第9投げました。ストライク、いきなり152キロ。第2球投げた、打ちました。セカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって6対4、ジャイアンツあと2点を追いかけます。ピンチヒッターは桑原。第9投げた、危ない球。第2球投げた、2球目ストライク。投げた、打ちました。左中間へ持っていきましたが噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番新島。これが4度目のバッターボックス。第9投げた、真ん中ストライク。投球これから2球目、危ない球。第3球を投げました、ストライク。追い込んでいます。追い込んで投げました、打ちました、ファール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打った、強烈な当たり。これはヒットになります。打ったバッター一気に二塁へ向かう。新島ツーベースヒットを放ちました。代打は伊藤。第9外角低めいっぱい、ストライク。1球目ストライクから第2球ストライク。村本厳しい球。第3球を投げました、スライダーボール。アウトコース高め。さあ4球目、完全に外れた、ボール。第5球投げた、真ん中、空振り三振。バッターは代打梶田が、ベイスターズ続けざまに代打を起用してきます。決まってストライク。第2球投げた、空振り。第3球は低めいっぱい、見逃し三振。宮國、見事なピッチングです。宮國ナイスピッチング。8回の裏が終わりまして6対4、ベイスターズこの回の攻撃は0で終わっ、バット、降板、そしてマウンド上はクローザー山崎。最終回2点差でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9、1球目ストレート空振り、伸びのあるストレート。第2球投げた、2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、打った、流し打ち、ファールボール。投げた、危ない球。第5球投げました、ボール。第6球は高速シンカーはボール。第7球を投げました、打ちました、山下下がっていった、ファールグラウンド、ボールをつかみました。ピンチヒッターは重信。ジャイアンツ代打攻勢に出ます。第9ボール。さあ次の投球投げました、ストライク。投げました、直球空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、内角低め、見逃し三振。第9決まってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を
投げた、打った、球の行方にご注意ください。第4球を投げた、対局見逃し三振、ベイスターズ2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6-4、ベイスターズ2点差で勝ちました。勝利投手は今永、敗戦投手は田口、そして西武は山崎。ベイスターズ今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。